出発進行、どうたくあんボーイです。本日はですね、桃太郎電鉄で遊んでみたということで、本日たくあんボーイが桃電でエンジョイしてみますね。え、久々に桃太郎電鉄なんてやるんですけど、なんかスマートフォンで、まあ、iPhone とかで最近アプリがあるらしくて、まあ、1年とかあれ99年とかもあったと思うんですけど、まあ、そこまでできるか分かんないんですけど、とりあえずアプリを入れてみるので、そのアプリでちょっと遊んでみたいと思うので、アナウンスをしっかりと再現してやってみたいと思いますので、ご覧ください。それでは出発進行。はい、それでは桃太郎電鉄入れました。桃太郎電鉄ジャパンプラス、さあ早速ね、始めていきたいと思います。なんか僕の衣装とそっくりですね。この人の方がなんか帽子も色揃ってていいな。オレンジの帽子買おうかな。はい、それでは出発進行。名前を変えられるんですかね。うん、あ、変えられますね。名前をここでじゃあ決めていきましょう。たくあん電鉄にしましょう。たくあん電鉄、はい、でいいですね。はい、1年モード、お楽しみいただけます。あ、なるほど、多分有料バージョンだと99年とかあるんですけど、これは1年モードしかできないそうなので、これでいきましょう。シャッフルしましょう。結局一緒やないか。それでは1億円持って美しい日本の風景を残しつつ新たな開発を始めてください。1億円ももらった、めっちゃ嬉しい。お、これがね、目的地はどこか。平泉、千葉、松本、名古屋、京都、岡山、鳥取、高知、名古屋でございます。名古屋へ発車いたします。はい、じゃあ行きましょう。出発進行 !4 月名古屋まで15マスということで出発しましょうか。うわ、懐かしいね。サイコロ。はい、2が出ました。どちらへ進みましょうかね。東京発ですので、川崎方面に行った方が早い気がしますので、川崎へ向かいましょう。マイナス。何？いきなりマイナスになってしまいました。これは、ダイヤが非常に乱れております。たくあん電鉄マイナス1860万、早速お金を持っていかれてしまいました。たくあん車掌独特の技術で首を回すとキュッキュッと鳴くから、鳴き子こけしだ。なんだこいつ。車内不審物発見でございます。直ちに皆様緊急停車いたします。なんだこいつ、変装できるか。はい、失礼しました。ん、お金をキュッキュッと半分盗んだって書いてある。おい、はい、車内トラブル発生でございます。車内トラブル発生いたしました。緊急停車いたします。いや、あれ早くね、もう松本とか言ってたぞ。5月です。カードとか急行周遊カードっていうのがある。これ使おう。このカードを使うと急行カードと同じ効果が出ます。使おう。ちょっと挽回だ、ここから最後は2つ目。はい、急行列車発車いたします。川崎、横浜、小田原通過いたします。熱海、静岡へ参ります。岩田だ。岩田駅付近に到着いたしました。プラス250万。お、ちょっと増えた。なんて読む地名クイズ。さて問題です。同様、赤い靴の舞台北海道何々村の読み方は何。書き留め、ルスツ、ルジュ、ルミ、ルミネじゃ。違うんかい。ルスツか。失礼いたしました。罰金を取られないので安心してください。取られてたまるか。岐阜ってもうすぐ名古屋だけど。そうや、まだカードがあった。使おう。はい、出発進行。はい、浜松通過いたします。豊橋駅を通過いたします。中部国際空港でございます。中津川、名古屋、お、名古屋もあんじゃん。止まんないったな。あと5万、あと2マス。あー、名古屋駅失礼しました。通過いたします。京都へ着いてしまいました。名古屋通り越して京都着きました。1340万。なるほど、これ先に着かないと。ぴったしで止めないとなんだな、そういえば。そっかそっか、停車しないとだもんな。そっか、停車位置がずれちゃったらね、京都まで来ちゃったからやばい。大問題だよ。インチカード邪魔見ろ。はい、これ何が出たらいいんだ。3が出たら勝ちだな。よし、3、にくそー。1、どっち行けばいいんだ。カード駅、いや一緒やないか。うんちカードいらん。
うんちカード。お、琵琶湖があるね。てか、あと1が出れば、名古屋だね。名古屋終点でございます。2かよ。これは、岐阜、うわ、買われてるな。何もできない。どこにいるの？美濃とかいるぞ。お、なんか来た。またスリカ。9月になった。よし。ここは一旦、うんちカード使ってみよう。封筒線簿。あ、いいね。これを使えば、いつも動けない。いいね。よし。で、こいつ、あいつが攻撃させることはできないということだ。なんだ、宝くじカードって。よし。行くぞ。これを使おう。1出れば、あ、うわぁ。一つで振っとけばよかった。わあ、ダイヤ乱れてるな。どっち行けばいいんだこれ。こっち行った。ぶって中国際空港。ぶっ飛び駅中国際空港に着きました。どこかに飛んでみますか。どっか飛んでみようか。飛んだら名古屋離れる。いや、近づくんか。行ってみよう。それでは空の散歩へ出かけましょう。それそれそれ飛べ飛べヘリコプター。待って。なんで岡山に行くの？ちょっと岡山駅に連れてかないでよ。うわ、最悪だ。岡山駅に連れてかれた。マジか。なんで急に岡山で飛ばされたよ。どうしよう、めっちゃ不利だよ。みんなね、あの近くなのに俺だけ岡山行っちゃったよ。これは急いで桜に乗って、急いで乗り換えて名古屋に向かおう。4、こっちだな。神戸、大阪着いた。なんか買っとこうか。たこ焼き買っとこうか。たこ焼き買えるな。よし、もう買えない。 OK。 あぶねー。めっちゃあいつ金持ってかれるでしょ。みんな全然ゴールできなくない？これもう終わっちゃうよ。1年、1、はい、大阪、あ、京都、まもなく京都。あ、でも近い、いけるぞ。うわ、負けた。くそー、マジかよ、最悪だ。なんかついたよ。何こいつ。あ、貧乏神ついたよ。うわ、最悪だ。なんてこった。行き先急に変わったし。ちょっと頑張ろう。鳥取へ向かいます。これまだ行ける。1年って終わるけど、ね、最悪このタイミングで。あ、俺についてないじゃん。何、え、赤鬼社長についてんじゃん。ついてない？なんだよ。よかった。鳥取だ。あ、さっき岡山いればよかったな、そのまま。いや。お、近い、豊川だ。豊川到着いたしました。何そばって読むんだろうこれ。デイシザラそば屋、美味しそう。買っとこう。はい。オッケー。ずりな。二つ買ったんだよ俺が。またや。また受けた。くそ。なんてこと。平泉目指して出発進行。4、どっちに行けばいいのこれ。下。ついてんじゃんよ俺に。うわ、最悪や。夜名護着きました。無理です。あ、すげえ、全部。すげえ、緊急車行ったぞあいつ。人よしって書いてあった。早い。1だよ。はい、松江到着でございます。ぴったりカード。
船も乗れるんだ。これ長くない？ 1 年、あ、でも4月で終わりか。4月スタート。うわ、終わっちゃった。うわ、ゼロだわ、俺だけ。優勝は？来い、来い！うわ、赤いわ。風神社長だ。くそー。うわ、8500万しかない。お、2位よ。収益額は2位だ。うわぁ、残念。負けてしまったけど、楽しかったね。よかった。レビューを書く。ああ、終わりですね。はい、ということで、桃太郎電鉄プレイしてみました。久々にやりましたけどね、とっても楽しかったですね。まあ1年でも結構やりごたえあったんでね、それこそ99年なんてやったらもう疲れちゃいますよ、結構。ね、車掌さんも運転手さんも大変だと思いますんでね。まあでも友達とかとやったら楽しいと思いますので、皆さんもぜひ桃太郎電鉄のアプリやってみてください。はい、それでは今回は以上となります。面白かったらぜひチャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、出発進行。